皆さんこんにちは、またまたまちと一位でございます。おはようございます。おはようございます。本日もボートレースよりボートレバチコイ X のお時間がやってまいりました。はい、2020年一発目でございます、うん、そう、まだ新年間漂う、この津の町ではございますけれども、はいはい、今日は私もちょっと早く入ってですね、美味しいお酒をいただいて、市川君が大阪から車でなんと移動してきてですね。そうなんですよ、夜中の12時に着いて、はい、店が閉まるから出て僕は先に寝たんですけども、うん、市川君はそこから飲みに出て、ね、寝坊するといういやスタートを切らせていただきました、ね、皆さんでも安心してください、これ全部嘘ですから。明けましておめでとうございます、ね、時間以外に守らなくてはならないものが人生には2つあります、はい、お、意外と少ない。はい、あ、まあ一つが時間ですね、はい、であと二つございます、はい、もう一つがもう愛。おお、そうですね、人の人と人のつながり、はい、そして3つ目、こちらが、マニーになっておりますので。おお、なるほど、そう、時間と愛とお金を守ってれば幸せになれるということです。まあまあ守ってないよね。私はもう何一つ、まあまあ守ってないよね。唯一時間が守れるぐらいで、時間も結構寝坊するけどね。私はもう唯一、この収録の朝も2回ぐらい寝坊してるよね。2020年はもう無視、はい、3つとも全て守っていきたいなと、はい、そうですね、うん、勢いつくような X の方に、はい、来ていただこうということで、いいですね、なんと今回も女性の方にいいな来ていただいております。いい、私は昨日一緒に乾杯してね。マジでふざけんなと思ったから、お前ら特にこれ翔太とさ、バッチとさ、うん、俺一緒に飲みたいって言うのにずっと可愛いって LINE しか返してこないからさ、まあ全部それ俺が返してたんですけど、ふざけんじゃねえよ。というわけで羨ましかったな、入っていただきましょう。はい、今回のアキサこの方です。はい、あー、おはようございます。ちゃんと集合時間の2時間前に起きて準備万端でやってきました。ジャンバリドット TV 奈良瀬静香です。よろしくお願いします。ナナシズ、つぶつぶやな、もうナナシズです。つぶつぶだな。いや、よかった、あ、ちゃんと閉まりましたね。あ、ちょっと、ちょっと朝、ちょっと朝から、ちょっともう朝からもう、あの市川のセクハラが爆発するとか、あのちょっとちっちゃめのつなぎを用意されてるんですね。そうなんですよ、女性用はね、それに統一してるだけで、タマちゃんが来たやつだから。そうですよ、タマちゃんと多分15センチぐらい身長差があるのに、ね、同じやつだったんで胸がちょっと閉まらなくて、ね、もう朝もうすいません、あのって来た時にはもうこんなになってたからもう全員がね、大丈夫、開けましょう、おめでとう、大丈夫、ということで、ボートは、ボートは好きなんですけど、うん、でもそんなにやってるわけではなくて、ね、で、やってるって言っても本当に1点だけみたいな、いや、そっちの方がすごいけど、そっちの方がすごい。遊びに来ていただくってことの発端が、はいはい、あの番組とかで1点買い、はい、1点買いをして、それこそ100万ぐらい入れて170万バックぐらいのことやってらしいんですよ。そうなんですよ、でもプラスはプラスなんですよ、すごいよ、ところだ、それすごいじゃない。そう、我らなんてね、日々こういう生活してるから、それの凄さがすごいよ、よくわかる、うん、1点ってね、そうよ、奇跡の領域だからね。僕の方が絞る方だけど、それでも10点前後、うんうんうん、市川君なんて多いところで30点、40点買って当たんないんだから、うんと、これと、うん、これと、大体あの買うときわかるよ、あの買っちゃおう、うん、あの船券トランプって100人ストールありんじゃないかって、もうあの船券なら10枚ぐらいになる。これもこれもこれも、最高配当金も90何万、そう、94万9200円1点で上げたことがあります。もう手がかかってるんですよ、そうなんですよ、はるか上にいらっしゃる。これはもしかして天才なんじゃないかと。ありますか、ありますか、今日、ありますか、今日多分、泣きそうになりながら帰る人の誰かを、こんな、そうね、こんなボートだと思わなかった、知らなかった。みんなこれね、朝はね、楽しそうにしてる、今楽しい、毎回言ってるんですよ、うん、12レースの時に、あのその時の精神状況今と比べてください、うん、朝を起きた時に、朝の自分を殺したくなるから殺したくなるんですだって、番組見させてもらってますけど、前編後編で顔色大体みんな違いますよね。私なんかもう手だれなんでね、だれてきてもう10万ぐらいでは楽しいままですね、10万でまだまだ全然なんつって、はい、あ、全然取り返せるから、うん、10万は。今日のレースの紹介しなくていいですか。はい、紹介します、はい、お願いします、はい、本日一般戦トランスワードトロフィーということで、本日2日目、2日目です、まあ、お正月はね、よく多いですけど、まあ、うん、地元の人が多めのレースです、うん、これもね、これ2日目ですけど、はい、昨日じゃなくて良かったと思います。あ、本当ですか。昨日多分全然当たってないよ昨日難しかった、
てないんだよね俺ね。昨日じゃなくて昨日だったら地獄見れましたよ。死んでますね。昨日ちょっと買って昨日ちょっとやったんですけど、昨日練習でやったんですけど、7万円ちょっと7万円予習じゃなくてやっちゃったんで、ちょっと早くなっちゃって、ちょっとお先にお先に預けさせていただいて、まあここからまた引き出すことできるべちょべちょの満点を。というわけで本日は七瀬静香ちゃんを迎えてボードレマチコ X スタートです。さあ、それでは第1レースからやっていきますけども、やっていきます。はい、ただいま展示が行われてます。行われています。1レース目はね、ツッキーレースなので、陰が強い人がいるという、まあ朝から当ててくださいよっていうね、サービス番組でございます。1号艇春園浩太、もう有名なね、ツのね、まああのもうルーキーではないけど、うん、若くて強い。28歳か。ただね、ちょっとフライング明けで、多分そこまでスタートいけない。本人はもともとはすごいスタート巧者でめちゃくちゃ速いですけど、多分いけないんじゃないかという予想。昨日かなり調子崩してましたね。そして2号艇南野選手、3号艇中村選手、そして4号艇がなんと私の因縁の清水さくらちゃん。この番組で何度も何度も因縁を、経験した清水さくらちゃん、そして5号艇斉藤選手、6号艇鈴木選手ということで、みんなね、このメンバーはそんなにモーターよろしくないような雰囲気。まあ4号艇のさくらちゃんが、まあ、一番いいんじゃないかなと。まあさすがにこの番組であれば押し切るんじゃないかという予想でございます。どうだろうな、普通の調子だったら間違いなく1頭なんですけど、だからここゾノが飛んだ場合は、非常に高配当になるよね。ほぼ満州決めた。どうですかね、まだ決めた、うん、決めた。もう決めた。え、早くない？え、どういうこと？早っ。私はもう決めました。もう決めたの？うん。どれですか？1、3、5。1、3、5。1、3、5。1、5、3。2点？開始？はい。早い。どういう理論でそうなったの？早っ。どういうのでそうだったの？でも1、3で買いたいなと思って。1、3だと斉藤選手は、なんで斉藤選手あれしたの？フィーリングフィーリングでもあの清水さくらさんはどうかなと思って、へこむんじゃないかって。どうかな、どうかなと思って。どうかな、もう飲む。今なの？鈴鹿の方からいただきました。そちら差し入れをいただきました。これなんかたまにもらったことあるんですけど、なんか鈴鹿のあれらしいです。お嬢様セース、名前がもうね、名前がね、びしゃびしゃなやついただきました。清水もうズブズブです。私の中の女神が目覚めるっていう。僕の中に女神がいるかどうか不明なんですけど、でもあれだね、コラーゲンとかが入ってるんだ。女性用のあれなんだね、その綺麗になる成分が入ってるってことですよ。にしては名前が攻めてるな。そうだね、そうお嬢様です。はい、うん、さあ、じゃあここはね、インから強く張るのか、うわー、どうしよう、狙っていくのか。まあファーストコンタクトなんでね、今日の調子を伺うにも皆さんね、マジこれね難しいな。どうなんだろう、逃げるという、いやさすがに逃げるか。逃げると思うよ。さすがにだよね。じゃあこれで陰を買わない人はもうボートレースをやるにあたってはもう完全にね、あのセオリーを通らないってことになりますからね、うん、ただすごく気になるよね、昨日の成績がね。そうなんですよね、まあ、2コースから春園が6着って、うん、まあいやドリーム戦とはいえですよ、うん、ドリーム戦とはいえじゃない。ただここは押し切るんじゃないかと、うん、私は信じたい、昨日のがあるんで、うん、昨日やられてるから、うん、返してほしい。そう、今日は行ってくれるって、返してほしい。ちゃんと調節してくれてるって、うん、信じたい。ね、仮にねゾノが勝ったとしてもその後ろだからね。そうね、問題はね、そう、うん、もう正直言ってね、強めのお金を乗せれる人がいないんだよね。1233.2倍、132が4.7倍、ちょっと持ち直しましたね。まあ成績から見るとやっぱ順当に考えても123なんですよね。そうですね、うまい順に並んでるのも。そうですね、ツッキーレースやはり勝率、あー困ったな。
剣したい。剣じゃ、だって当ててもさ、当てても多分あれだよね。いや、剣的な船剣買えばいいじゃん。1000円、1日3000円いって、そうそうそう、ああそうしよっか、休みということでね、皆さんじゃあちょっとね考えて、はい、ファーストコンタクト9分、ファーストコンタクト、ズガンと最初から様子見はいらないよ。そうだ、はい。さあ、それでは第1レース解明を発表しましょう。じゃあまずはバッチから、はい、とりあえず1日3行って1万まで、まあね、一旦もう考えたんですけど、でケツの方も結局まあ2コース3コースの人が順当にうまいっていうのと、で3コースの方がまあ調子悪い、2コースの人はまあまあ成績残してるってことで、うん、まあ、そのまま順当に、まあね、でまあ、これがね3倍ちょいですよ、はい、で、ハンソン選手の不調に、あやかってですね、2-1の3-4勝つなら、はい、やと。でこちらを3000円にて、それでも3000円いったら結構ですよね。なんで、まあ、こっちが当たれば、うん、まあ、プラマイだったらちょいプラで買うという形で買わせていただきました。わかりました、はい、じゃあ七瀬さん、はい、私がですねこちらです。1-3-4-5000円と1-2-5-2-5000円と1-2-3-1万円。おい、1-2-3一緒ですね。最初でもあれだね、1-3-5って言ったけどね、1-3-5って思ったんですけど、1-3がすごい清水さんのことをね、いろいろ言われてたんで、なんか気になってきちゃって、そうですね、いや俺もそう思ってる、俺もそう思ってるよ、そうだけど何がでもおかしくないからね、うん、すぐ惑わされちゃう、私気になるって、男前な買い方だね。ちょっと行って2万円3点、はい、3点2万円、おはい。そして私はさくらちゃん、にちゃんの1-4-0、まあ、こっちからね1000円で様子見1-4-0、はい、そして僕はさくらちゃんの頭もきたー4-1-2-5-0、ただまあこれ300円ずつ、入ればいいと。そして、本命、ド本命は僕1-3-2-4-5000円ずつ、こっちですね、1-3-2-4なんで1-3-4はまあ七瀬と被ってる、うん、来た、さあ、おっぱいバットだ。うわー、さくらちゃんどう、さくらちゃんどう、春殿です。スタートは春殿です。あ、揃ってる、春殿です。綺麗に、これは逃げる、ゾノ。さくらちゃん、まくれ、逃げる1号艇、春殿、差し、あー、うわー、うわー、こっ、1号1号はない、マジ1号 1-2-5 入ってない、ある、1-2-5 1-2-5 ある、1-2-5 あるよ、1-2-5高いな、結構あれ、1-2-5あるよ、マジ1-2-5 1-2-5 ですね、1-2-5ですね、まだ分からん、ちなみに1-2-5はすげえ高いんだよね、1-2-5 1-2-5だって、5000円持ってる、5000円です、1-2-5 5000円は結構お願い、もうフルパワーですよ、意外と、お願い、惜しい、今日も絶対やられるよマジで、うん、早いな、いやこれ7さん悔しい、これは悔しい、1-2-5持ってんだもんね、1-2-5持ってました、1-2-5で 14.2 倍あったんで、うん、まあ、当たれば7万円ぐらいはありましたね。1-5-2が 58.9 倍ですね、美味しい、ダメージでかい、うん、絶対今日も負ける、お前、お前心で負けたら終わりだからな、昨日もずっと負ける、明日負ける、心で負けたら終わりだずっと言ってた、オールナイトで、オールナイトで俺がマリブに鼓舞された言葉だ負けですよ、負けと思ったら、心で負けたら負け、うん、っていうよりもマリブ君に鼓舞されたら負けよ、うん、だから負けたんだよ俺第2レース、こちら矢橋選手陰線、2号艇庄司選手、3号艇東口選手、4号艇諏訪選手、5号艇笠野選手、6号艇彦坂選手、またね意地悪なように1人だけ女性が入ってて、5号艇笠野選手ね、女性入る非常に難しい、昨日誰も1着2着取れてません、買えねえ買えねえって、買えねえってしょうがねえだろ、買えねえよ、どんなに考えたって買えねえよ、どっから行きます、わかんねえ、あ、適当に出た、うー、横いっすね、いや別に、そう別にですよ、なんのあれもない、
どっから行きます？こんなにノーヒントなレースも珍しくない？1から買うか、もう2から買うかっていう感じですかね。結構あれですか、ナナさんは1から買うこと多いですか？多いですね、私は。本命戦、うん、本命で張って本命戦派大きく、うん、点数絞るってことはそうなってくるよね。そうね、まあでもね、まあ押すとすればやっぱ4かな。押すとすれば4、そこだけかな。いや無理だろうけどな。まあ僕ね、正直その脱出勢が重たいっていうのがあって、うん、そのインの方々が遅れた時に、まあいわゆる脱出勢が、まあ、4が行って、うん、それに5ないし6入ってくるっていう、うん、ちょっとギャンブル的な買い方をしようかななんて思っちゃってるぐらい、まあ、ぶっちゃけつとはいえ、いや橋選手は信用できないっていう、まあ、強くは張れないよね、正直ね。で7倍、1日さん7倍、7倍、あでも結構あるね、結構残ってるね。あそう、まあでもそのぐらいやっぱみんな思ってるんだろうね。わかんねえ、このインどうでしょうっつって。俺西五ボックス買いますわ。おお、攻めたなね。よくわかる、笠原さん入れてるってのがすごいもん。一回も買ったことねえけど、それボンバーあるね。西五ボックス俺行ってみようかな。ああ、いい、いいですね。まあでもそういう風に遊ぶタイミングかも。だからまあ僕1000円ずつしか買わなくて6000円しか買いません。なるほど、このレース。めめ、なるほど。はい、次は第2レース、解明発表しましょう。はい、私ではですね、基本的に、2コース庄司選手を、信頼ということで、21前4点と分かるな、そしてダッシュ勢の、4とこが入ってくるっていうのを展開予想で245のボックス6点、まあ、割とシンプル合わせて、まあ、全部1000円ずつで1万円ですね。はい、強くはいきませんでした。じゃあ七瀬さんは、私がですね、バチさんと一緒で21前、23前、いってるな、いってるな、金持ちなのかいってるな、癖が抜けなくて、番組の嫌な癖だな。そうで、もう一個13前に2000。あー、なるほどね、これでいこうかなっていう感じですね。まあ、いいですからね、そこね。そうなんですよ、わかります。はい、さあ、そして私は、本命は1、2、3、4、2点、1、2、3、4、これ5000ずつ、5000ずつ、ここ本命。そして僕も奈々さんと同じ、ちょっとねオッズが美味しいんで1、3、4の2、3、4、3、4の2、3、4。そう、さすがに僕5、6の絡みに絶対ないんじゃないかと。1000、2000、4で2000円ずつ。絶対言わないでしょ達成。来た。ああ、いいよ、ダッシュで予感感じた。ああ、取り逃げた。ああ、勝因取りなし。取り逃げた。ああ、3がめっちゃ出てる、やばい。これ逃げ無理だぞ、これまくられるぞ。ああ、でも、ああ、2か。4か。やっぱ4だ。やっぱ4。やっぱ4とか。4-1になるね。4-1。やっぱ4じゃねえかよ、結果よ。ああ。だと思ったわ。2だ。これ2だ。4だよ。4だ。421。421。やっぱあれだけ押したら4だよね。もう七瀬さんの時ピクリとも喋んないもん。もうズーンってなって、ズーンって。もう4万円。早い。もう4万円。早い。そのやり方マジで死ぬからね。うわー、この4日取れた。この4日バッチはね一番惜しいよ。ああ、開けんなら4か。分かんなかったな。真面目に考えたら当たった今。真面目に考えたら。真面目に考えた。今投げやりに考えてたから4-5にしたよ。4-5にボックスで。でもね、しょうがないんだよ。だってバッチはこのレース剣だって。そんなから。そうだ、剣だった。これたまたま近かったから悔しいけど、気持ちは剣だった。目覚ましたわ。そう。だからしょうがない。まだよかった、まだよかった。剣なんだよ。何だったのじゃあ、このレース。何だったのじゃあ。ハイパー難解でーす。面白そう。でも一号手がね、そう、西坂歌唱さん。おいおい、全員スローから出てるけど、これ何？これは難しいなー。どうしたの？何やってんだよ。45mって何？何やってんだよ。初めて見たよ、こんな深いしてるんです。これでもさ、何の参考にもならん。これでも誰かダッシュに構えたら絶対勝てるからね。何これ。腕的には3号艇 A1 松下和也選手、うん、そしてモーター評価もいいです。モーター良さそう。
そして4号艇安藤選手、こちらもモーター悪くなさそう、うん、さらには6号艇浜田選手、これマクールのサイトですがモーター良くは6、非常にいいと。あ、6いいかも。でここのメンバーはもう1着とか2着バリバリ昨日取ってるんで、で多分一番きついのが多分おそらくこのインの西坂さんなんで、これラスタじゃない？出ました、3、5、6、いいとこだね、うん、あ、浜田選手だから今の6のスローは基本ありえない、20走中1回だけ6個差してるだけだもん、全部2か3に入ってる。だからさっきの動きはみんなとしては浜田さん来ないのっていう動きなの多分ね、うんうん、何が一番人気なんですか？一番人気、あ、激割れ今3、2、5が17倍、あ、3、2、5、うん、が一番人気。本当だ、あそこか、それで17倍ですか？17倍、当てれば勝てる、でかいのが来ます。3、2、5じゃあ一つだけ皆さんを惑わす情報を、うん、入れましょうか。松下選手 F2 です、うん、それなんですよね。あ、確かに松下 F2 なんですよ、ここなんですよね。そう、ここが民衆を迷わしてる一番の理由なんですよ、うん、一番成績腕的にもいい松下選手が F2、 あの意外とちゃんと見ないと気づかなかった、ここなんですよね。しかもあれじゃん、安藤選手めっちゃモーターいいじゃん。うん、OK、 とりあえず侵入わかんないから侵入わかんないから、侵入これ本当にわかんない、本当だって本当浜田さんが行く予定なんだから、これはマジで本気でわかんない、これはこれ差し頃のボックス行くか、イン逃げ超高いです、イン逃げ超高い、イン逃げ超高い、イン逃げ超高い、面白すぎる、しかもインじゃねえから多分いっぱい高いんで皆さん、そちらをさあ、難解中の難解、うん、浜田選手動くのか、超難解レースこちら、うん、何を買ったのか皆さん、はい、教えてください。私今差し頃ボックスから考えまして、はい、で3の松下選手が、まあ、A1 の選手もうあの F に持ってるとはいえ、はい、でもね僕誰がどこに入ったとしても松下選手の横に4コースの安藤選手が一番問題いい選手がいると思ったんですよ。確かに、だからあの展開作ってもらった隙間をいいモーターでバーン行くと思って4頭に絞りました。わお、4、3、5、6、3、5、6、6点、5000円ずつ3万。このレース絞る、このレースこれ当たったら俺逃げ、マジボンバーだよそれ。これね俺ねピンときたのよ。でもあるね、誰がどこに入ったとしても多分あの松下選手の右側、まあ、外側に安藤選手がいるだろうと思って、うん、なるほど、隙間ができるんです。それここで一番いいモーター48パーのモーターでドーン、これですよ、愉快だ、まあ、侵入次第、うん、はい、じゃあ七瀬さん。私もう迷いすぎて、うん、普段こんな買わないんですけど、はいはい、まず3245245 3245245、はい、はい、2000円、あー、買ってるね。で、これは何、123、123、わー、これ逆にすごい、逆にすごい、相手の123逃げたら逆にすごい美味しいっていうところで、はい、でその次シゴロボックス、シゴロのボックスね、あの桁間違えた、さ、タザオリ、桁間違えた、トータルいくら、これトータルいくらなんですかね、いややばい、計算して計算して、でもあんま変わんない、3万3000円、3万3000円あんまり変わんない、あんまり変わんない、3万3000円、3万3000円結構やばいから、うわー、これは誰かしら当たんねえと地獄見るぞ。はい、僕はね、みんながサシゴロボックスに、はい、あの焦点置いてるんで、僕は二サシロボックスを500円で使いました。二サシロ、二サシロボックス、僕だから内側の2人がさっき並べた内側の2人がダメになるんじゃないかということで、うん、そして多分僕初めて買いました6の1切り2サシゴ12点、6の2サシゴ2サシゴ500円、これ当たった場合は今日 100% 勝ちです。6頭勝ちだろうね、1000倍クラスもありますから、あ、浜田選手行かないね、行かないね、あのね、ピットの出方がね、行く時の行き方じゃないね。ここから普通はモンキーターンしてから取るんだったら、もう、あ、いや違えば、やっぱ中浜選手が入るんだ、今危ない、あ、いや行くわ行くわ、浜田選手も一応行く、ただインは取れない、わー、本番やっぱ行く、
三角じゃない？三角じゃない？これやばい。差し子にチャンス。これさ、いやちょっと待って、どっから出るつもりだ。これ差し子が超チャンスだよ。とりあえずこれ内側はもうしんどいよね。もうきついよ。マジで。俺の二差し子ボックスと六角もほぼ死んだよこれ。これもうどんどん流れてくるでしょ。これね。あ、五角か？これめっちゃ深いよ。ちょっと待って。三四五で入って。三四五で入って。アンドいけ。頼む。三番です。うわ、これ4いっちゃうな。いや、いった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 。これは無理だ。いった、4番だから。いった、これいっちゃうな。ついーついー。あ、4だ。はい、抜けて。はい、抜いた。はい、3、4、4、6、3持ってる。2は下がれ。え、463？ 463あるよ。463？ 463ある。463ある。463めっちゃ高い。2は下がって。2は下がって。463はあるね。463あるよね。一応俺も当たるな。一応当たる463。やべえ。来た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 。ついてるわ今の4だ。うわ。463できたね。しかも後ろにいるの5でしょ。5なら5も持ってる。もう当てる、もう当てる。これ463やべえわ。465も持ってる。463やべえ。お前よくあっこから絞れたな、それに。すげえ、すごい。これはね、皆さん注目ですよ、オッズが。入る、入るぞ。5000円持ってるぞ。5000円か。50枚持ってる。うわー、4、6、3、5。これはすごい。これはすごい。4、3、5、6、3、5。うめえ。さあ注目でございます。ドキドキドキ。これね皆さん注目です。わー、30万だ。30万取った。30万取ったの。久々に来たマスターだ。でかい。終わり。なんかさ、ハイパー負けてますね。ハイパー負けてるね。ハイパー負けてるよね。多分負けてますね。ここで終わりするわけにいかないから。ここでは終われない感じになってるね。まだまだこれからなんで。後ろ3ピースくらい負けてるよ。大丈夫か。大丈夫だよ。だってこれこういうことがあるわけじゃない。まあ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 、ある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 。あ、まあ3ヶ月ぶりだけど。これだ。これでもよくそこに6点に絞れた。すごい。さあということで、はい、まだまだレースは続いていきます。はい、第4レース、平見選手陰線。2号で橋畑選手。3号で吉田選手。4号で前田選手で、5号でかなっても群馬の久田選手、6号で安井選手と。久田来た。ここはね、正直久田腕的にはダントツ。そして並びも変わっております。1-2-3の5-6-4、なぜか4の前田選手が外。ちょっと僕らは今歓喜の中で潜入を全く見てなかったんですけどいやなんかね、あれだったよ、前田選手が多分遅れたのかな。うーん、わーってそこに出たね。前田選手自体もね結構強い選手ですけどね。ただまあさすがにここは久田がダントツの腕。ここは久田選手でしょう。こっからでもね注目なのはね、あの松本バッチ君がどういうふうに勝っていくか注目ですね。私はもうここからどうやって勝っていくか、老後のような、余生を。1年前2年前でまた違うんですよ。これね2年前だったらよっしゃ今日100万取って帰れるわってなるけど、最近ただもう最近負けが込みすぎて、うん、普通に欲しいんだ。最近シンプルにこのお金をもう持って帰りたいっていう。持って帰りたい、どれだけ残せるか。狙い目はあれですよね、久田選手についてくる安井さんとかね、5-6とかね、うん、そこはちょっとつくと思うんで、狙い目はその辺かな。さあ何をここは狙っていく。いや僕は久田選手の頭買いたいですけどね。513が爆安、ね、安いんすよやっぱり。513がね、なんと一番人気ですね。2も3も正直良くないですからね、ここは、うん、頭は久田選手にします。まあそうっすね、うん、わ、うん、かる。七瀬さんどうですか、どっから狙いたいような。私も5頭で買おうかなって5頭思ってます。おー、まあそうっすね、うん、ここはね、ここはさすがにさすがにダーシさ、うん、めちゃめちゃ強いんで紐は分からんよね、これはもう。三着は流しましょう。ねえ、流し、どっかは流さないと無理な気がするな。前半戦最終レース。はい。ね、ここで注目はバッジの買い目ですよ。まあ私がとりあえず、まあさっきでかいの取ったのもあるんで、はい、まあ前半戦は一応ここは勝負じゃねえかなということで、はい、久田選手を信頼してですね、5-1-0。まあここ多分本命どころですよね。そうですね、はい、と、モータイということで、5-6。
5-0-6なので5-1-6のみダブルで持ってるって感じですね。なるほど、うん、さあもう早くも後がなくなった計算したまだ、あ、一撃なんでね、一撃計算したら、うん、今73,000円マイナスです。これ入れずに入れずに、なんでちょっとあの前半1回でも当てたいっていうところで考えたんですけど、はい、間違えちゃって間違えちゃってまず一つ目が5-0-6一緒のやつ、本当は5-6-0で買おうと思ったんですよ。ちょっと間違えちゃって、はい、まあ、どうなるかなっていう感じなんですけど、あとは3-1-5-1-5で3,000円絞ってるね、3-1-5-1-5、はい、さあ私は1号の2連単2万1号2連単2万3ちゃ分かんない1号でもここは硬い5-1じゃなくて5-1-1万1万だってワンチャンこれスター、あーちゃんとついてきてる、あー伸びるね、あーやばい、あー伸びる、うわ伸びるわ、やばいわ、6ついてきちゃうわ、やばい、やばいやばい、6ついてきちゃうわ、5-1-6だろこれ、5-6か、あー6ついてきちゃった、それ5-6、あー5、頼むひらみ、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 よし、ひらみ、ナイスひらみ、ダブルヒット、ダブルヒット、おわいいよ、エースの大君、ヒラミ、おい、ヒラミ、登録ダメだ、登録が無理、登録が無理、俺が、ああやめて、金繰りしてた登録が、金繰りしてた、ヒラミ頼む、ヒラミ頼む、ああやめて、すまれた、ヒラミ、いける、まだいける、ヒラミ、届け、勝てるだろ、腕でヒラミ、勝てるよ。いや、いける。まだあるでしょ。いや、やばい。もう伸びない。あのね、軽いんだよ、体重が。マークミス。マークミス。5-6全買おうと思って5-0-6持ってるの。買い直しに行こうかなと、もうあと1分ってなってて、どうかなーって。いや、これ俺も痛いわ。5-6買おうと思ってやめたとこだった。ですよねー。やっぱついている。やべえ。すげえ負け役になっちゃう。これは良くない持ち方してるわ。これ全員そこなんだね。やらかした。皆さん次回もお楽しみに。お楽しみに。七瀬さんがどこまで行くのか。どこまで行くのか皆さんお楽しみに。行くぞ。行くぞ。どんな顔だったっけ？疲れてきちゃった。なんかオープニング思い出してきた。これ言ったじゃないですか。七瀬先輩。ずっと流してたんだけど。21で流してた。七瀬先輩。あるある。ツポイントクラブって知ってる？What？ 知らないの？ポイントを貯めて豪華景品と交換できちゃうの。今すぐ入会しよう。ツポイントクラブで検索してね。